ってる。あれひとし、俺ちょっと肉ついてきました。あんまり腹筋ないな。ひとしは腹筋ない。腹筋マジないよ。腹筋俺買ったの。筋肉そんなことない。すごい痛い、めちゃくちゃ痛い、本当に今も痛い。なんでこれ。ただ一回タッチション選手権。男の夢、はい、そう、高いところからタッチションですよね。はい、そうですよ。でも女もできるかもしれんで。できる時代になった。そうしていこう。いやけど、俺だけ高いところからタッチションできるかっていうのを、各々でタッチションしたショートムービー撮ってきたと思います。はい。はい、タッチション本当にするとさすがにいけませんので、今回タッチションを装ったもので皆さんやってください。タッチションっぽい感じになればいいと思うので、ね、実際のタッチションではございません。今回ちなみに1位になった人に僕から自腹でちょっと商品があります。マジで。え、どういうこと。現地フランスから仕入れたウルトラションベン小僧バッジをね。嬉しい。じゃあ行きましょう、はい、せーの、チャラン。僕から行きますわ、ほんなら。はい、なんかちょっとやべえ、ドラマっぽいな。おしっこ行きたい、おしっこしたい、あ、おしっこしたい、おしっこしたい、あ、あ、おしっこ行きたい、あ、すごい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 、やっぱり、すごい、すごい、寝癖のまんまでしかも、あ、やばい、裏動画しやん、こんな高いところです。なんかペットボトルがベナッカメラはすごい。虹かかった、これはやばい。ちょうど虹かかったよ、完全におしっこし終えて。すげえ。はい、ということで僕は裏道橋のトッペンから、トッペンからね、すごい発祥いたしました。すごい、絶対実際の証明書ダメやけどね。絶対実際ダメやけど、真下が川やしね、こうなんかこう海やね、うん、海か、海かね。あれめちゃめちゃ高いよ、めちゃめちゃ高いよあれ。普通にあれフェンスあっても怖かった。怖いよな、すごい足震えた。すごい、すごい、ちょっとこれ。じゃあ次りょうさんの発表。はい、じゃあ次りょうさんの。まあ見とってほしい、ある男のドラマやから。ドラマではない。あ、いや、言ってる。ションベン小僧さん、今回の挑戦はどれだけ高い位置からションベンをすることができるかっていう勝負だと思うんですけども、自信の方はありますかね。自信、それってわざわざ聞く必要ある。俺がションベンを出し始めてから一回たりともどんな勝負でも負けたことないんだぜ。ちなみにですけど、今車でどちらに向かってるんですかね。そんなこと聞かなくても着いたらわかるさ、結果は見えてるよ。シュールやな。ここってまさかサメ浦ダムですか。そうだよ、俺はいつもここでしょんべんすんだよ。まあ結果は見えてるだろうけど、見ててよ。ジャッジ、あ、面白い、この動画。大事なシーンさ、しょぼすぎる。いや、あれは下から撮れんきね、やっぱり。そうか。あれ、運転席をションベン小僧にする必要あったのかな。助手席のションベン小僧ってよかったね。なんサイズ感変わっていったしね、途中から。いや、違う違う。人間サイズなのか、小型サイズなのか。全体的に作り甘い。甘い。歩いとるシーンもさ、持っとる人のここ映っといてね。え、ちょ、これ持って歩いとって、つって、これやっとるだけやけん。全体的になぁ。まあ、そういうことですよ。はい、じゃあ次、俺行こうか、ちょっと。あれ、ひとしさんが好きなタコじゃない。俺先。わかりました。毎回これやるよね。短いけど。小便じゃない。短い、ちょっと短い。とか、集中するわ。やってない、これ。やってない。やってないわ。やってない、やってないか。引く。終わり。ひーくー、一番気持ちいいぐらい、これくらいが。いや、日はあった。こういうところでやりがち。やるもんね。ちょっと出とる量が多いかもしれんけど。これはさすがに最後に持ってこられたくないな。俺
なんかいい感じやもん、うん、吹き出る感じもニトロ。そうなるもんね。だんだんこう、そうできる感じね、うん、あ、芸術点はめちゃくちゃ高いわ。高いな、確かに。そうそうそう、チャンピオンね、これ多分俺チャンピオンになれると思う。チャンピオンではないと思うけど最後ラスト、高戸さんのタッチション発表いきましょう、はい、よろしくお願いします。いくでー、はい。タタ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 。こんな YouTuber 今までいなかった。毒を吐き人を人とも思わぬ冷徹な人間。そんな YouTuber が胸に秘めていたことを語ってくれた。それは24歳のリアルな葛藤だった。お前スイッチ持ちすぎな。ライネルが起こせないんですよ。電撃の矢を集めてこう言われても分かんない。これ証明する気あるんか。あいつが俺の行く手を邪魔するんですよね。 YouTuber 高戸の素顔、まずはデビュー前の意外な原点からこれ何分ある。2020年の2月に買いました。買いました。いいえ、ヤマダ電機やった。いやいやいや、違うんやないかい。違うんよ、もうお前がよう持っとるやつじゃないかい。スイッチの話や。敵が強かった。いや、やっぱスイッチの話。初めてスイッチを買ったのは2月9日だった。こいつに密着する。ネタなくなりすぎやろ。人生初やったんで、リンクが。何やこの話。もうええって。もう直ってスイッチやし。彼の華麗な指さばきは一朝一夕で得得したものではなかった。ちょっと何これ。家でやれよ。もちろんです、日々精進ですね。冷酷無比でサイコパスな YouTuber 高戸、彼の挑戦はまだまだ終わらない。片手間に俺の挑戦のこと出すなよ。一番低い。これ優勝候補やろ、これ本当に。これね、高戸の場所が一番低い。ちょっと待って、え？俺はちょっと協力したいけど、高戸にこれ作りたいって言われた時に、ションベン構造関係あるんだよ。いや、ずっと思いよったよ。いつションベン出てくるから、片手間や。いや、最後にやるよって。こう、申し訳程度のションベン構造やで。ちょっとひとしさんにね、協力いただいた、至高の一品でございます。至高の一品かもしれんけど。まあまあ、それはね。凝ってたのは分かるんやけどね。凝ってたのは分かるんやけど、なんやろうな、なんやろうな。中身はないよ、もう。中身はないよな。まあ、ありがとう。じゃあ、まあまあ、その。これはちょっと自信あるないけどね、俺。いや、すごい、いや、すごいよ。その、うん、だからその、すごい。アイディア力を加味してます。じゃあ、ちょっと優勝決めようか。うん。俺かな、やっぱ。まあ、賞味でも、一番綺麗なのはチュンやった、ちょっと。すっげえ、下からのアングルをよかった。あれなりに感動したろよ。割と文句なしでチュン優勝でいいと思う。俺も誰優勝にするって言った時、満場一で俺になるかなと思ったら、意外となんか、おのおのが、お情熱があったから、あ、そういう感じになるかと思って。今回の優勝はチュンということで。あ、ありがとうございます。やったー。やっとー。これを前につけるということで。いや、ですね、一週間後になくなっちゃう、絶対。いや、ちょっと待ってくれ。結構な、ひとし頑張ったのにそんな受けんかった。いや、受けたよ、受けたよ、面白い。いや、だってりょう全然笑ってくれんもん。いや、じゃあ俺はやっぱしっかり作品見たいけん、もう黙ってみたいんよ。それよりもう一回見たいよね、うん、でも今普通に。いや、結構頑張ったのひとしじゃないけど。だろうなって思った。いや、よかった、普通にな見入れるろ、結構1時間で見たいもん、うん、ちょっと俺のアイデア力がまだ足りんかったらしい。いや、じゃあアイデア力は爆発しとるよ。よかったよかった、味になったよ。うん、面白いと思う。まあ、味一つの味として。いや、全然、いや、全然いいよ。いや、なんか、うん、本当にいい世界観やな。すごい。そう、そういうの大事、マジ。